それではフェイスガードができましたんで、口腔内の保護、歯肉保護に入ります。強い光が入りますので、できるだけ確実に歯肉を保護するということが大事になりますので。まず前歯の前底部分にしっかりガーゼを入れていきます。で、特に上顎は前底が深いのできちっと入れやすいんですけども、下顎は前底が浅い人もいますので、ガーゼが歯が覆う場合がありますが、この場合、高濃度のオフィスのジェルを使いますので、しっかり歯肉を保護することと、マージン部の歯間部もしっかり保護していくということが大事。今このようにガーゼが下の前歯のところを覆うようであれば、このシリコンのレジンでこうやって光を固めて、ガーゼを歯が覆わないように留めていきます。これが A 液 B 液で、こっちがリアクターですね。この中の主成分は窒素ドープ型の酸化チタンです。で、この酸化チタン、窒素ドープ型の酸化チタンが入ることによって、漂白剤の本体の過酸化水素の分解が促進されるんです。ただ過酸化水素は光に反応するのは400ナノメーター以下の紫外線領域の波長に反応するので、通常の酸化チタン、そういうのを入れてもほとんど反応はしないんですね。ただ上顎の3番が歯が厚くて落ちにくいですから、できるだけ早く、効果は数秒の差ではありますが、上顎のジェルを塗る順番は左右の3-3、それと真ん中の1-1、それから2-2になります。できるだけ漂白効果を大きくさせたい歯を中心に。できれば知覚過敏が高濃度を使うので起こりやすいので、こういう、これはエリカという商品ですけれども、硝酸カリウムとあとハイドロキシアパタイトの再石灰化の粉末が入ってます。あと GC なんかでは、こういうね、MI ペーストですね。これは知覚過敏速効用の硝酸カリウム入っていませんが、CCP、ACP の再石灰化物質が多く入ってます。できれば、実際の知覚過敏高濃度使いますん で、一応ここで左側がベースラインシェードで、右側が今のシェードですね。 A1 から B1 になったということで終了いたします。